にちは、かくすけです。やっていきます。やっぱ楽しいね。忘れないくれよ。フライドチキンも食べたいな。難しいって。さて、到着したようですので、ちょっと釣りをします。釣りをした後、セイウチさんの博物館に行って、で、博物館っておそらくさ、いろいろ私が今まで売ったものを持っていく。ええ、すごいすごいすごいな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 いあ、あ、難しいんだよすごい盛り上げてくれるあ、いいね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 楽しいあ、あー難しくないそういう西部劇みたいな曲が流れている。ほっこれ駆け引きなんだ。釣りは駆け引き。ほっほっ盛り上げてくれる頑張るはいいいね。いつもの釣りと違う。この感じ。よいしょ、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 よいしょ。あっ！よいしょ。全然引けてる気がしない。あっ！よいしょ。ちょっと引けた？よいしょ。はい。はい。あ、いけるいけるいける。オッケー。これは長い戦いになりそうだぞ。動画始まっていきなり。ていうか、今、釣り竿のアップグレードとかしなくていいかな。よいしょ。でも釣りって言ってもこれか。あ！この、石でやってるからダメか。よいしょー！よいしょ！ギリッギリまで引かないと。おい！おい！おい！あ、早かった？よいしょ！いける。はい。はい。よいしょー。はい。いけるいけるいける。ほ。はい。あー。なんとしてでも釣りたい。鳥が気になる。よいしょ。はっ。引けてるよ、引けてる。よいしょ。はい。ちょっとずつ近づいている気がする。お。はっ。よし。はっ。よいしょ。コントローラーを握る手にも力が入ります。緊張感ある。はっ。はい。一日中引いてる。はっ。でもマグロの一本釣りってそんなもんだよね。ものすごい時間かけて。いや、そんなこと言ってたら失敗しそう。はっ。はい。はっ。ほい。はっ。おーいしょー。よいしょー。よいしょ。おーい。はっ。よいしょ。来てる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 。よーいしょー。よいしょーい。はっ。はいよー。はい。はーはっ。来てる来てる来てる。あ、危ない危ない危ない。よいしょ。あ、よいしょー。はぁ。よいしょー。ダメダメ、焦っちゃダメ。はっ。一気に引いてやるとか考えちゃいけない。しっかり。今までと同じように。はっ。危ない危ない。はっ、ダメダメダメ。焦る、焦る。ダメダメダメ。あ、来たー、クロマグロ。来ましたー。こりゃ料理にはできんな。あー、緊張感のある釣りでしたね。あ、一匹しか釣れないんだ、一回につき。あ、まあ、
何匹も釣る気にはならないけど。おっしゃー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 し。やったぞ、みんなに自慢したい。クロマグロを釣ったぞ。ちいさん寝てる。どんな体勢で寝てるか全然わかんないけど。あ、止まっちゃったね。寝ようかね。ああ、ものすごい戦いをしてしまいました。釣った釣った。マグロ一本釣り。では落ち着いて移動しましょう。やべえ。うわ、すっごい寒そうだなぁ。こうやって見ると、引きで見ると。よいしょ。カランカラン。私は、冬用のね、着る毛布を購入しまして、ぬくぬくでございます。またね。綿はいいよね。絶対使うだろうし、どっかで。あ、バス停があったのか。ぎゅーい。素通り。失礼しまーす。ごめんね、昨日は。ご飯とか全然あげられなかったかもしれない。よいしょ。おはよう、まめこ。よいしょ。うん。でも、そろそろ羊毛もそんなにいらなくなるかな。なんだ？あ、スーザンの博物館、当直。こんな見た目なのか。想像と違ったな。よし。はい。何がありますでしょうか、博物館。皆さんいいですか、博物館見学は。行っちゃいますよー。なになに、すごいご機嫌そうな声が聞こえたぞ。あ、こんにちはー、せゆきさん。ああ、まったく。最高だわ。スピリットフェアラーが来た。おー、うなばらの真ん中に浮かぶ、この神に見捨てられた岩場に、遠路はるばるやってきた。眼下の殺風景な断崖絶壁と壊れたはしごを見て、うん。なんて魅力なの。歓迎されてるに違いないとでも思ったんでしょ？あ、もう逃げ隠れはできないわね。自己紹介するわ。えへん。名も知らないスピリットフェアラー。まあ、知りたくもないけれど、私はコレクタースーザンと呼ばれてる。唯物論的な傲慢さゆえに、傲慢さゆえに、神々は私に残酷ないたずらをしたのよ。私は好きでコレクターをやってるわけじゃない。義務だからやってるの。この世界の限りある恵みを、際限なく奪っていくうちに、ために貯めたガラクタの山が、史上最大のゴミ捨て場に匹敵すると気づくはずよ。私の仕事はその不条理な行為をよりくだらないもので報いること。皮肉だと思わない？私の前任者たちはガラクタの山を代金として要求してたわ。使い道はわからないけど。でも仕事の説明書にはそんなこと書かれてなかった。それに私はあなたが持っているガラクタに一切興味がない。あら、そうなの。叱るべき時が来たらあなたが集めに集めた膨大な数のガラクタを私に見せて、そして無意味な報酬を受け取ったら立ち去って。すぐにね。それとゴミは持ち帰ってね。売るわけじゃないんだ。想像してたのと違ったな。わあ、これはって。あっていう感じで言われるのかと思ってたけど。報酬受け取る。これって。
なんで、なんであなたが持ってくるものはどれもこれも醜いものばかりなの。目だけじゃなく心まで汚れそうだわ。待って、これ見覚えある。え、まさか。最初から気づくべきだった。あいつに頼まれたのね。そうでしょ。あの、ね、船舶で、唯物論的で上辺だけの知識をひけらかすあいつよ。あいつに言われてきたんでしょ。なんて陰険でひねくれたやつなの。貴重な木版画をなくしたから怒ってるんでしょ。ま、二度と手にすることはないでしょうけど。これに懲りて、禁欲主義になればいいのよ。このバカみたいにくだらないものに対するあなたの報酬は、嘘、ありえない。運命ってこんなに残酷なの？わかったわ。持って行って、木版画を持って、口先だけのバカのとこに戻りなさい。とにかく、用が済んだらさっさと消えて。ああ、木版画。あ、すごい日本風な版画を手に入れたぞ。独創的なデザインの絵が彫られた紙。イチャイチャしてるやつだ。陶器の人形。次の報酬はブラックベリーの服。あ、置物採算物。それぞれに報酬があって。もう一つ、なんか手に入れたら、ブラックベリーの服が手に入るんだ。これ、エビジャコというか、釣り結構、お、9と17が受け取れそうです。なんて面白いのかしら。新しいガラクタを収集し始めるなんて。今回は魚ってわけね。匂いはひどいし、見た目もグロテスク。でも捕まえずにはいられないんでしょ？私って運がいいわ。あなたにこのコレクションを完成させるのは無理でしょうから。小魚ってすべて掴みにくいのよね。さらにもらえるはず。お、ダイヤモンドさん、おめでとう。これで世界の約半分の魚を捕まえて窒息死させたわけだ。言い方ひどいな。あなた結局まだ料理してるの？乗客に料理を出してるの？まったく。ああ、もう考えたくもないわ。これを受け取ったらさっさと消えて。ダイヤモンドだ。はい、鉱石。え、私全部取ってるじゃん。すごいよ。光る石のかけらね。なんて素晴らしいの。まだまだ一日は長いわ。私に捕まってちゃダメよ、スピリットフェアラー。あなたのやることは二つ。宝石と魂を見つけること。ところで、スピリットフェアラーとかいうふざけた名前はそもそも誰が考えたの？響きは悪いし、言いにくいのよね。私の名前とは大違い。あ、名前なんだったっけ？なんて言ったってスーザンよ。まあ、確かにスーザンよりは言いづらいね。コレクターのスーザン、すごくいいわ。高価なネックレスくれた。はい、あらあら。光る石が大好きな人がやってきたわね。見た目が気に入ったってとこかしら。生き物を演じ物にしてるわけだ。なるほどね。引き止める気はないわ。さっさと行きなさい。古い絵画。これは売る用なのかね。はい。なんて素晴らしいの。貴重な宝石をほぼすべて略奪してしまうなんて。この世界はなんてラッキーなんでしょう。おー、偉大なる破壊者よ。我々に道を記した様へ。すごいわね。全く聞き耳を持とうとしないじゃない。これを受け取ってさっさと消えなさい。おし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 。全部だよ。あ、すごい。なんだろうなんだろう。やるじゃない。私たちはあなたの前では死すべき存在に過ぎないわ。教えてちょうだいよ、偉大なるスピリットフェアラー。どうしたらあなたの底なしの欲望を止めることができるの？まったく。これでいくつ宝石を持ってこれるかのお遊びは終わりのようね。記録を残しちゃダメよ。思い上がった知ったかぶりさん。やった！粉砕機の改良。あら、粉砕機手に入れる前に手に入れちゃった。ありゃ、ダメか。お、料理は23個ギリギリ。はい。何を持ってきたの？これが食事？これが料理なの？自分の船で料理をしてるわけ？あなたがシェフ？レシピ本は出してるのかしら？
タイトルは、何でもエバーライトにお任せって感じ。まあ、エバーライトにお任せしてます。それがあなたのやり方ですものね。あなたはスピリットフェアラーという特別な立場にいる。エバーライトが使えるってだけで偉くなったつもりかしら。その力が何のためにあるかも知らないくせに。くだらないおしゃべりで貴重な時間無駄にしたわ。これ取っときなさい。覚えておきなさい。完璧な技を身につけるには練習あるのみよ。まあ、あなたに言ってもわからないでしょうけど。ちょっと応援してくれなかった今。はい、これで以上ですね。蜂蜜が手に入る。くぅ、気になる。ありがとうございました。なんか、いやいややってる感満載でありましたが。なるほどね。で、結構私は、集めてきたんだね。宝石は全部だし。魚も半分だし。粉砕機惜しいんですよ。またはいっぱい入れましょう。でもよかった。売ったとか売ってないとか関係なかったね。忘れないでくれよ。ごめん。ごめん。それはね、無理なんだよ。粉砕機を手に入れないと。じゃあ、サマーおばあちゃんを、見送りましょうかね。あら。木箱だわ。木箱取って、いやでも駅反対側だな。出していくか。うん。木箱はいつでも取れる。さあ、穀物サラダ作るよ。でもさっきあげたっけ？甘いもので終わりかな。オイスターってセロリと合わせたりして、や、野菜と何でもやれそうだな。ちょっともったいない気がする。うん、これと同じものになりそうだもんな。なんだい、なんだい。なんだいって自分で言ったんだけど。やっほー。リバードアのところに、近くに設定されている。サマーさんの物語の、復習とかできたらいいのにね。はい、エバードアです。サマーさん、あー、お腹が鳴ってる。じゃあ甘いものをどうぞ。気持ちは楽になったかしら。こちらこそ。はあ、なんか不思議な気持ちになるなあ。リバードアってステラ、もう出発できる？はい、ありがとう。勢ぞろいです。マーさんは親友的な人の話が出てくるのかな。人がドラゴンのなんちゃらって言ってたんだよね、確か。じゃあね。って、みんな言ってくれてるよ。
あのビヨーンって伸びた喜ぶ姿も見られないのか。今度こそうまくやれたと思っていたのに。ドラゴンめ、落ち着いては来ているはずよ。今は機嫌がいいみたい。胸に温かいものを感じる。うん、そっかそっか。また繰り返してしまったのね。父のように。ドラゴンは怪物よ。そっか。お父さんがドラゴン関連だったか。自分の言葉を正確に引用するなら、決して支配できない。そうだ、お父さん支配できないっていう話をしてたんだ。たとえ受け入れようとも、打ち負かそうとも、決して。ローズは今の私をどう思うかしら？誇りに思ってくれる？ローズさんが親友的な人だね。それとも恥じるかしら？こんな時彼女だったらどうしていたかと考えずにはいられない。でもわかってる。もし彼女がいたらどうするか。まっすぐに私の目を見つめるのよ。すべてを見通すようなあの目で。そして一言も発しないの。彼女は最初からわかってた。私がドラゴンに連れ去られること。私が愛そうとすること。見かわずにいようとすることを。彼女は私の失敗を責めるかしら。私には愛せなかったわ、ステラ。無理だった。私が憎むほど、それは私の一部になっていく。永遠に、優雅に立ち去ろうとするなら、ありのままを受け入れるしかない。あなたに教えたいことがまだまだたくさんあった。本当よ、もっと教えてもらえると思ったのに。あなたは本当に才能あふれる生徒だったわ。あなたのことを誇りに思う。あなたの心を、咲き誇るあなたの魂を、あなたを置いていくことによってごめんなさい。これからは一人で学ばなければならないけれど、あなたなら乗り越えられると信じているわ。私からの最後の授業は、私たちが何でできているかを教えること。それは儚い星の光よ。私たちは巨大な意識の表層を流れる思考の粒子に過ぎない。これが最後にあなたに伝えたいこと。すべては変化し、すべては終わるの。あなたのこと誇りに思うわ、ステラ。ローズもきっとそうよ。今まで本当にありがとう。あー、サマーおばちゃん、いろいろ教えてくれてありがとうね。あー、いなくなっちゃった、はあ、この演出は毎回グッとくるな。2回目だけど、はあ、サマーさん、そうか、ドラゴンを受け入れようとして、あれ？お花を見たら、あそこにたどり着くんだっけ？そんなことないよね。え？あ！魂の花。あれ？ちょっと待てよ。カモミール的な。あれ？そっか、グウェンさんだけ特別だったのかな？あれ見たかったなぁ。過去の話みたいなの。
そうか。そこでいろいろ謎が解けるのかと思ったけど、それはないんだな。サマーさんは、ドラゴンを受け入れようとして、失敗して飲み込まれちゃったっていう感じなんだね。お父さんもそうだったように。ドラゴンっていうのは、何なんだろうね。本当にドラゴンなのか。精神的な何かを表してるとか、そういうものなのか。わからないけど。なんか、ここの人たちは、なんかね、思い残すことをなくさせて、送ってあげるっていうのがスピリットフェアラーの仕事だと思ってたんだけど、全然、解決せずに、ウエンさんの時も今回も、お別れしちゃってるなぁ。どうなんだろうね。それでも本人が、もう、いいって思ったならいいのかね。はい、気になるところはありますが、サマーさんと無事に、あー、かわいい。しっかりお別れすることができました。え、待って、あー、なんてこった。いや、やっぱバニラがいいよ。ダフォディルは。クラシックな服、イースターな服。イースターの服手に入れたから、イースターにしよう。あ、それで、レディー・マリアンが出たんだね。あ、うん、うん、それは、もうセットで OK です。うん。アリスさんに似合う感じの服になったな。よし、それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。